女性編はもう余裕です。食べてもらっちゃ困ります。もう100万かけられます。本当に？はい。正解は。ちょっと待って。急に熱くなってきました。さあ、声当て第2弾です。第2弾。前回4問。はい、しました。そのうちの私が2問外したということで、結構アナウンスセンターに帰って、動画がアップされた後に、山崎やばくねっていう話は結構聞こえてきて、女性アナウンサーが次あるよっていう話だったので、いろんな方の声をなるべく聞くようにしてるんですよ。そうなの、普段からなんていうか訓練をしてきた。訓練をして、この収録では。と当てられるという自信を持ってやってきました。もともとだってこれ山崎さんの持ち込み企画だったんですよ。そう、もともと私の持ち込み企画で、MBS アナウンサー、アナウンサー同士だったら声だけで誰が話してるか当てられるよねっていうのを言ったところから始まって、他の会社、他の業種とは違うぞっていうところを見せてやりたい皆さんにと思って始めたのに、全部コメント見たんですけど、私より不正解した人はいなかったです。だから最低でも私だったので。これは辛いよね。辛い。しかも3人が先輩だったから、ちょっといろいろね、まずいところがあるかなと思いますから。結構皆さんと目を合わせるのが辛かったところはあったんですけど、今回は女性アナウンサー、いけるでしょうか。よくそんなこと言えるよな。怖くないの？いやすごいな。私自信はあるけど、そんないけるでしょうとか言えない。今回も藤林さんが一生懸命音を集めてきていて、今回もお伝えします。だけちょっと当ててみてください。女性編では参りましょう。第1問です。はい、お伝えします。もう舐めてもらっちゃ困ります。イージーもイージーだったな。もうあえて言うんだったら2択ですよ。あ、そう。あえて言うんだったらね。無理やり言うんだったら2択ですけど、もうこれは。もう一回一応聞いときますか。まあ皆さんのために。はい、お伝えします。これは絶対そうでしょ。じゃあせーのでいく？いや、せーのでいきましょう。何その嫌は。どういうこと？ではせーので。いきましょう。せーの。上田悦子さん。よかった。の二択が、でもまだわかんない。二人はそう聞こえたってだけ。福島さんを答えだと思ってる。もう一人誰？関岡さん。関岡さん、悦子さんだと思いながらも、関岡さんの優しい感じというのもあったなと思いながら。わからんではないね。じゃあ正解いきましょう。お願いします。正解は上田悦子でした。山崎さん当たりました？当たりました。よかった。でもやっぱり正解出るまでちょっと怖いね。ちょっと待って、なんかわかんないけど男性編より怖いんだけど。怖い。間違えた時のその後が怖いですからね。そうだよね。なんでこんなドキドキするのかな。よし。では第2問お願いします。はい、お伝えします。私、女性編はもう余裕です。これ多分合ってると思うけどな。福島さんよりも私の確信あること珍しい。本当に？私はもう確信です。多分この人かなとは思うんだけど。私も1回目ですけど、もう100万かけられます。本当に？ちょっといつもより頑張ってる感じする？いや、いつも通り。あ、そうか。ちょっともう一回聞いていいですか？はい、お伝えします。嘘だ。結構迷ってるかも。うわ、嬉しいぞ。もう相当自信ある？そう、もう100万円。本当に100万円ね。でも多分合ってると思うんだよ。じゃあ行きましょうか。せーの。藤林さん。あれ？違う？理由？なんか理由？声。なんか柔らかい感じのこの声。私最後のすの感じがカイトだなって。あ、そうなんだ。確かに私あんまりカイトさんのニュース聞いてないかもしれない最近。まだ2年目ですもんね。そうだな。はい、では答えをお願いします。うわ、まずいぞ。正解は清水麻耶でした。最近あんまりニュース読んでないのでわからなかったかもしれませんね。あ、ちょっと待って、これ100万円だ、100万円だ。役者だね。清水さんがニュースを読んでる読んでないとかじゃなくって、あんな言い方しないもん。あんな言い方はしてないと思います。いや、まあ、だからいかに性格が悪いかが分かったね。いや、清水さんが私たちじゃなくてそう私たちはもう純粋に聞いたから、そんな何横島の気持ちはない人だと思って聞いてるからさ、それは分からなくなっちゃうけど、うわ悔しいわ。これ急に熱くなってきましたね。もう一回聞かせて。もう一回ちゃんともう一回聞いたら違うかもしれないもん。はい、お伝えします。まあ清水さんといえば清水さんだな。いたんですかね、今の1回目で清水さんって分かった方。分かるんじゃない？ファンもいるし。ちょっとじゃあ悔しいですが。悔しいな。まだ全然まだ半分以上の正解を狙えるので。今日5問ありますか？はい、5問ありますがいけますよ。じゃあお願いします。はい、お伝えします。これは分かった。本当ですか？うん、これは分かった。ごめんなさい、私今選択肢すら浮かんでないです。聞いたことのない声。はい。聞いたことのない声が今流れてきました。もう一回聞く？はい。はい、お伝えします。うん、もうこれは私は一人しか戻りません。あ、わかりました。わかった。よかった。だからそういうことですね。そういうこと、そういうこと。うんうん。そういうことっていうのがどういうことか、皆さんわかります？じゃあ行きましょう。はい。せーの、松井愛さん。よかった。いやまだわからない。さっき2人とも外してるから。正解は松井愛でした。それは間違いませんよ。可愛いね。可愛い。そうだよね。松井さんはまあ帯の番組をやってるから。ラジオニュースを読む機会ってほとんどないんですね。はい、だから松井愛さんの「はいお伝えします」は聞いたことが、私は初めて聞いたこと、私も初めてだと思うんですよ。だから今選択肢なかったんですね。で2回目聞いた時に「はいお伝えします」じゃなくて声の音だけを見た時に「愛さんだ」って思ったね。思ったね。これは思ったね。思ったね。隠しきれない愛さんのこうなんていうのかな、主張感があったよね、声にね。よかった。これ愛さん。一緒に番組やってんだもんね。愛さんと何言ってた？今回よかった。愛さんは正解しました。よかったよかった。ああよかった。一番外しちゃいけないとこだったね。危なかった。汗かきました。よし、じゃあ次。第4問。はい、お伝えします。あ、これもわかる。これは簡単です。これは私たちからするとものすごく慣れた声。うん。これもだって地域の香りもしてくるような出身地の香りもしてくるような上品さがありますもんね。じゃあもう一度お願いします。はい、お伝えします。ちょっと待って、後ろで喋ってるの誰だ？これ近藤さんじゃないか、後ろで喋ってるの多分。あ、これ後ろで喋ってる人の声当てではないです。多分後ろで喋ってるの近藤さんじゃないかな。多分藤林さんも撮りながら、もう近藤さん声大きいんだよなと思いながら。じゃあ行きましょうか。はい、せーの、西村麻子さん。正解です。これはもう絶対に正解だと思います。これは間違いないと思う。では答えお願いします。正解は西村麻子でした。山崎さん、もちろん分かってくれたよね。分かりました。京都の上品さがありました。みんな山崎さんに向けてくる。そう、もう前回の私の外しっぷりを見てるから皆さん。テレビの報道フロアに行くと、はい、放送スタートの時間まであと何分ですよっていうのを教えてくれるアナウンスが流れるんですよね。はい、昼ニュース何分前ですとか、はい、送りっていう仕事なんですけど、送り5分前ですとかっていう声、それを西村麻子さんが。担当してるんですよね。あんまりそれ意識したことなかった。あ、本当に。はい。だから私はいつも麻子さんの声だな。麻子さんの声聞くともう5分前だなと思うんですよ。麻子さんの声は分かりやすいですね。うん、特徴ありますよね。深みのある声とかね。うん、ちょっと吐息がやや多いから少しこう。上品で色っぽく聞こえる。ちょっとセクシーですね。そうなんです。ありますね。いやいい声ですよね。いやこれ順調。まあちょっと第2問だけがちょっと、私は後輩だから別にそこまで私は一上の先輩なんでまあ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 、ではラストお願いします。はい、お伝えします。あれ、これあれじゃん。ええええ、あれだよね。あれとか言ったら失礼ですけど、あれっていうか、そうそうそう、あの人だよね。やってきてます。あの人がやり気味で来てる。あの人がやり気味で来てるか、あれの人か、どっちかです。どれ？え？ちょっともう一回聞きましょうか。はい、お伝えします。うんうん、これは絶対そうだと思う。やりに来てます。いつも通りかなという印象かな、私は。多分合ってれば。もう私は清水さん外してるから結構もう不安でしょうがない。分かりました。若手ではありますよね。よし、怖くなってきたぞ。でもそうだよね。せーの、藤林アナ。ああ、だよね。はい、多分だよね。多分そうだと思います。お願いします。正解は藤林でした。いやいや、気まずそう。OK です。いや、そうだから私は問題を集めた人だから、自分はその出る側には、問題を出す側にはならないだろうっていう中で、あえて藤林さんが出てくるっていうので、問題を難しくしてるんじゃないかなと思って。あ、そういうこう意地悪さね、藤林さんね。はい、あ、意地悪さ。私はそうとは思わず、単純に声だけでそう思ったんだけど。まあ若干だけいつもよりも。そうですね、ちょっとトーンを落とし気味かなとは思ったかな。まあでも私は偉そうなことは言えない。もうだって1個間違えてるもん。これは全問正解してたら偉そうに言いますけど、ちょっと結構悔しいんだ、あれね。清水さんね。そうなの。いやー、清水さんもう一回聞く。もう一回聞きます。もう一回清水さん聞く。はい、お伝えします。めちゃくちゃ清水さんじゃないですか。やられましたね。やられたね。ただ今回は5問中4問私は正解しましたので、どうでしょう。 YouTube ご覧の皆さんよりも私の方が正解したのではないでしょうか。皆さん、私よりも正解できましたか？でも1問間違えてるからすごいよな。1問間違えてそんな偉そうにできる人あんまりいないよ。前回が半分以上、半分間違ってしまったので、今回はもう5分の1。これはもうほぼ全問正解です。そうはなりません。そうなりません。私はとっても悔しいですね。悔しいです。ちょっと第3弾やりたいぐらいだもん。そうですね。男女混交にして混ぜてやりたいぐらいですね。もう私は大丈夫です。お腹いっぱいですか。全問正解の方は立派です。はい、ぜひコメントしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。清水さん、ごめんなさい。清水さん、すいません。